まもなく後半開始します。後半もリカさんの実況を引き続きお楽しみください。後半は大阪教育大学のキックオフでスタートします。さあ、審判団がフィールドに乗りまして、まもなく後半再開の時を迎えます。前半終えまして、大阪教育大学が13点、北陸合同では0点という形で、大阪教育大学リードという形で前半は終えました。しかし、この状況をこのハーフタイムで、双方とも打開点見出す形の策を練ったと思われます。その結果がどのような形になるでしょうか。まもなく後半スタートとなります。その後半戦、北陸合同チームユニットを変えました。昨シーズン北陸学生を制覇しました金沢大学がユニットに入ります。後半戦その試合開始は大阪教育大学のキックオフで再開する形になります。大阪教育大学キックオフキッカーは2番の富本、南山高校出身。対しまして金沢大学リターナーに4番と11番を配置しました。4番は赤塚、11番は根岸です。さあ、まもなく後半旋回しです。さあ、リターンに入れるか。11番ボールをジャックしましたが、なんとか抑えています。自陣10ヤードからの攻撃という形になります。この位置から北陸ボールの攻撃に入ります。さあ、攻撃ユニットも金沢大学エバーグリーンのユニットで展開する模様です。北陸合同自陣10ヤードからファーストダウン10。されました。何枠4番タックル受けながらセカンドへ報道、さらなる粘りを見せまして約9ヤードのゲインとしています。まずその初手として素晴らしいランを決めましたが、何枠4番の赤塚、水木高校出身の3回生。北陸合同セカンドアウン残り1ヤード、ボールオンは自陣20ヤード。パスだ。今度は右に展開したワイドレシーバー11番にパスを通しまして攻撃権更新です。北陸合同ファースター、見事パスキャッチで攻撃権更新を果たしました。ワイドレシーバー11番は根岸、太田高校出身の3回生。さあ、攻撃権を1回目に戻しまして北陸合同自陣25ヤードからのファースターン10。中央突破しようとしましたが、そのボールが詰まって飛んでいまして左にバウンド、見事な展開をしまして約6ヤードのゲインです。素晴らしい判断で距離を徐々に前進していっております。金沢大学ランニングバック4番は赤塚。北陸合同セカンドダウン4。
さあ今度はクォーターバック自らが持ちましたビッグオープニングのランプレー、見事攻撃権更新です。北陸ボードをファースター、素晴らしい走力で攻撃権更新を果たしました金沢大学クォーターバック2番は林、飯田高校出身の2回生。ここでホイッスル、ここでチェーンクルの移動がありまして、ここで一旦レフリータイムアウトが入っておりますが試合再開になります。さあ着実に前進してまいりました北陸ボード、自陣37ヤードの位置に入りましてのファーストダウン10、2番ここはパスと下がりましたが、しかしプレッシャーから左方向にスクラム、結果的に約2ヤードほどゲインを奪っています。しかしこれは大京大のディフェンスライン77番見事な察知をしまして2ヤードロスを奪っています。大京大77番は中西、大鳥高校出身。北陸王道サードアンテ、ここでイエローフラッグ反則が発生しています。さあこの反則は果たしてどちらのチームにあったでしょうか。となりましてオフェンス5ヤード前進しサードダウンやり直しです。従いまして北陸ボードサードダウン5、右オープン展開し攻撃権更新です。北陸ゴールをファースター、ここで負傷者が発生したレフリータイムアウトが入ります。勝利のためからどうぞ。しかし見事な判断でオプションをしまして、このピッチを受けたランニング枠4番見事に攻撃権更新を果たしました。キャリア4番は赤塚美月高校出身の3回生。
さあ試合再開となります。北陸合同着実にランプレー重ねまして相手陣44ヤードに入りました。この位置から北陸合同ファーストダウン10。パス不成功。ここでクォーターバックにはプレイアクションからロングパスを投じました。ターゲット11番でしたが、このパスわずかにショートしており、パス不成功に終わっています。ダウンを1つ失ってセカンドダウンに変わります。北陸合同セカンドダウン10。さあここで中央へのランプレーを敢行しました。クォーターバック2番キュービースリー、キュービースニーク、そのままボールを持ってそのまま中央突破するという強攻策に出ましたが、これが構想しまして一気に8ヤードのゲインを奪っています。見事に攻撃を前進させました。クォーターバック2番は林、飯田高校出身2回生のクォーターバックです。北陸合同サーダウン2、ボールオン相手陣36ヤード。さあ再びクォーターバック2番が中央突破を図りました。しかしこれは大阪教育大学8番の選手が見事に対応しまして1ヤードのゲインでとどめています。ここでウォーターブレイクが入ります。さあ先ほどのプレーにより攻撃権更新果たせるかと思われましたが、ここは大阪教育大学素晴らしい対応をしましてフォースダウンに持ち込んでおります。このウォーターブレイクは果たしてどちらに福音になる形のタイムアウトとなるでしょうか。さあウォーターブレイクが解けます。北陸合同フォースダウン残り1ヤード、ボールオン相手陣35ヤードですがプレーを選択します。前進試合と攻撃を失うフォースダウンギャンブル。ここでクォーターバック2番自らの総力で左オープン展開をし突破を図りましたが、これを教育大学77番見事なチャージをしましてこのプレーを阻止しました。4回目の攻撃失敗となりますので攻守交代となります。攻撃権は大阪教育大学に変わりました。素晴らしい対応をしましたのは大阪教育大学の77番の中西、大鳥高校出身。さあ攻撃権変わりまして大阪教育大学になりました。ボールオン自陣39ヤードからファーストダウン10。さあトラブルが発生している。さあこの判定はどうなるか。ファンブル発生、ターンオーバー。ここで好機とばかりに大阪教育大学攻め手に回りましたが、ここでトラブル発生しましてボールをファンブルしました。そのボールを抑えたのは金沢大学ユニット陣北陸合同チーム。従いまして攻撃権が変わりまして北陸合同になります。ターンオーバー、目まぐるしく変わります。この第3クォーターの攻防、
攻撃権は北陸合同に変えまして、相手陣39ヤードからのファーストアップ。大兄弟これナイスです。ここをランプレーに突破図らんとしましたが、大兄弟53番がチャージしまして、このランプレー3ヤードロスを奪いました。素晴らしい判断で3ヤードロスを奪いました。大阪教育大学53番森山、明石北高校出身の2回生、素晴らしいプレーでした。さあ北陸合同セカンドダウン13の状況になります。ボールオンはしかし相手陣42ヤード。クォーターバック2番パスを投じようとしましたが、ディフェンスカバーがつくスクラム、急遽発進のランプレーに変えました。しかしこの判断よく約4ヤード5ヤードのゲインを奪っています。ラッシュ激しい中ですが、金沢大学のクォーターバック2番の林、素晴らしい判断でこの攻撃を展開しています。北陸合同サーダンエイボールオン、相手陣37ヤード。ここでホイッスルが鳴ります。チームタイムアウト、カーターで後半1回目。ここで北陸合同後半1回目のタイムアウトを取ります。タイムアウトは先ほどのハーフタイムを挟みましてリセットされ、双方ともに現在3回残っている状態になっています。その1回を北陸ここで使いました。北陸合同ここまで金沢大ユニットによって着実に前進しまして、相手陣に入っている状況にあります。陣地そのものはアメリカンフットボールの勝敗には全く関係はありません。陣地をいくら取ってもそれは勝利条件にはなりません。アメリカンフットボールは点を取り合う点取り合戦です。しかし得点、その失点が起こりやすい陣地はその状況を表しやすい場所を示しています。ボールオンの位置、これは陣地そのものはその強弱を表すバロメーターとしてご覧ください。さあタイムアウトを受けまして試合再開となります。北陸合同相手陣37ヤードからサーダンエイト。2番ここで左ロールアウトからワイドレシーバー1番にパスを通しましたが、これはディフェンスのカバーを待ってパス不成功となりました。北陸合同フォースダウンに変わります。北陸合同フォースダウン8でパンクフォーメーションを取りました。ボールオンは相手陣37ヤード。このパントはエンドゾーンに入りましてタッチバックとなります。攻撃権は大阪、相手方大阪教育大学に変わりまして、大阪教育大学自陣20ヤードからの攻撃で試合が再開する形になります。大阪教育大学陣地苦しい状況でしたが、しかしその攻撃はなんとかしのぎまして攻撃権を奪還しております。ボールオン自陣20ヤードから大兄弟ファーストダウン10。
スペース。まずランプレーによって突破を図りました代表代。しかしこれを北陸合同金沢大学ユニット64番見事にチャージしまして、このランプレー3ヤードロスを奪っています。素晴らしいディフェンスでロスを奪いました。金沢大学64番は小林、金沢総合高校出身2回生、神奈川総合高校の出身の選手です。代表代セカンダウン13、これも金沢ユニットナイスです。今度は右オープンの展開を行いましたが、これを金沢ユニットの56番がチャージしまして、さらにロスを奪っています。素晴らしいチャージ、ロスを奪いましたのは金沢大学56番の金森、金沢桜川高校出身の2回生です。ここで負傷者が発生しているためレフリータイムアウトが入っています。チームタイムアウト、大阪教育大後半1回目、ここで大阪教育大学が後半1回目のタイムアウトを取ります。双方ともこの第3クォーターでそれぞれ1回タイムアウトを消費しました。現在得点では有利にあります大阪教育大学ですが、後半に入りました金沢大学ユニットのその勢いあふれる攻防に徐々に陣地が不利な状況になっております。この状況をなんとか打開せんと、この第3クこのサードダウンのシチュエーションでタイムアウトを取りました。試合再開です。大兄弟サードダウン17、したクォーターバックワイドレシーバー88番にパスを通しました。しかし攻撃権更新には至っておりません。フォースダウンと変わります。パスを取りましたがワイドレシーバー88番の山上、春日岡高校出身の2回生です。大兄弟フォースダウン6パントフォーメーション、このパントはシャンクしたため自陣に脱することできず、大兄弟陣43ヤード付近で外で出まして、この位置で攻守交代となります。従いまして北陸合同相手陣に入った位置からの攻撃になります。北陸合同は好調な金沢大学ユニットを継続しております。相手陣42ヤード位置から北陸合同ファーストアンテイ、ファーストダウン、クォーターバックリバウンド、ハンドオフクイックから自らキック。
オプションを交えまして左を方向に展開、タックル蹴ながらセカンドへ方向で攻撃権更新を果たしています。北陸ゴードファースター、素晴らしいランをまず最初に見せましたのは金沢大学2番の林、飯田高校出身の2回生。金沢大学相手陣27ヤードからファーストダウン10。パスを投じました金沢大学、しかしこのパスをインター取りましたのは大阪教育大学8番、インターセプトにより攻守交代となります。ターンオーバー、攻撃権は大阪教育大学に変わります。見事インターセプトでこの攻撃を断ち切りましたのは大阪教育大学の8番の大内、千里高校出身のプレイヤーです。大学の2番の方、ライダーさんが来ます。50番、つけて入っております。以上、連絡、控えします。大兄弟、ファーストダウン10、ボールオン自陣25ヤード。パスを投じようとしましたがターゲット見つからず右に展開、しかしこれは金沢大ディフェンスユニット集まりよく結果的に1ヤードロスと変わっています。大兄弟セカンダウン11、ボールオンは自陣24ヤード。パス不成功、ここで中央に飛び込んだワイドレシーバー88番にパスを投じましたが、このパスはパスの威力ありすぎ不成功となっていました。あわやインターセプトとなる危険なプレーでしたが、しかしパス不成功によりサードダウンに変わります。大兄弟サードダウン11、ボールオン自陣24ヤード。さあクォーターバック1番パスを投じようとしてスクランブルしましたが、判定はどうだったでしょうか。攻撃権更新です。大阪教育大学ファースター、プレッシャー殺到する中、クォーターバック1番急遽スクランブルを展開、ディフェンスの裏をかくようにその中切れ込みまして、素晴らしいランにより攻撃権更新を果たしました。大兄弟クォーターバック1番は年の一律西宮高校出身のプレイヤー。大兄弟ファーストダウン10、パス不成功、クォーターバック1番、今度は左に展開したワイドレシーバー9番へのパスでしたが、これはディフェンスのカバーもよくパス不成功となっています。大兄弟セカンダウン10、ボールオンは自陣37ヤード。外に展開したレシーバー
2番にパスを通しまして、そこからキャッチアンドランを8番にパスを通しまして、キャッチアンドランを図らせました。しかしこれもディフェンス陣カバーよくノーゲインとしています。サードダウンに変わります。ここでホイッスル。第3クォーター終了です。ここで第3クォーター終了です。第3クォーター終わりまして、大阪教育大学ドラゴンズ13点、北陸三高合同チーム0点。攻守方向入れ替え、最終クォーターの第4クォーターに移ります。